はい、タイこと杉浦太陽です。さあ、今回は、まあ、僕の部屋ですね。はい、この部屋で、あ、もう見えてますね。今回は、ちょっと段ボールで届きましたが、久しぶりのシーン、買ってみました。それも今回は、僕の服だけではなく、親子の服を選んでみました。前回は48着買ったんですけども、今回は、その半分ぐらいかな、子供たちの服と僕の服と込み込みで選んでみたんで紹介していきたいと思います。それでは久しぶりのシーン、親子の服買ってみた、スタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、というわけでちょっと早速出していこうかな。重たい。今回の子供たちが、まあ、子供たちというか長男のせいやが結構体もでかくなってきて、下半身とかもしっかりしてきたんで、大人の M サイズぐらい普通に着こなしちゃうんですよ。そこまでいけるんだったら L サイズも着れるんかな、あ、もうパパと同じ服でもええんちゃうかぐらいの勢いでちょっと選んでみたんで、早速出していきたいと思います。これなんだ、これ買ったっけ。これが、あ、やばい、ダウンだ。モコモコの、ちょっと時期がギリギリですが、ブルーのスキーウェアみたいな歌うんですけども、これ撮影してるのがもう2月の末で、ほぼあったかい日と寒い日のギリギリの季節なんですよね。まだいけっかな、パーカーと一緒に来たみたいな、こんな感じですね。雪国で着れそうなやつだ。こんなモコモコの服買ってみました。これ L サイズや、 L サイズ結構ぴったりやね。まあ、3月までやな、使えて。これは一応まだ間に合うんでゲットです。これはさすがにセイヤにはちょっとでかいかもしれない。上着は今回そんな買ってないんで、インナー系を紹介していきたいと思います。いっぱいあるんでランダムに開けていきたいと思います。じゃあ、紐付きの黒い、これセイヤに頼まれたやつだ。ポケットがいっぱいあるズボンが欲しいって言われて、ポケットがいっぱいあるやつ一緒に選んだんですけど、ポケットあるじゃないですか、プラスここにもポケットが欲しいんやって。そしてここが閉まってないやつ、楽に履けてポケット多くて履けるズボン、これせいやのですね。こういうズボンを選んでみました。パンツ系からいこうかな。それでもデニム、あ、紐ですね。もう最近はもうベルトなしでいけるから紐がめっちゃ楽、履きやすい可愛いやつです。これはでもせいやでも履けるサイズかもしれません。親子で一緒に履ける、なんならもうせいや専用にしてもいいんですけども、柔らかくて履きやすいんですよ。一回渡してみよう。じゃーん、ちょっとグレーなんかな。これも紐です。何の M やろこれ。 M サイズの M か。これはせいや用に買いました。裾長いかもしれない、せいやが気に入ったら履いてよし。これはもう部屋着とかにもツルンツルンの生地なんで、こっちが外用、さっきのね部屋用みたいな、分けてもいいかもしれません。ちょっと薄めな、先ほどとは違った薄めなデニム生地ですね。今回は紐じゃない、でかい、これ俺だ。ちょっとダメージ系のジーンズですね。これ僕選んだ記憶あります。結構ね、シーンのダメージパンツ可愛いんだよ。大きめにダボッと買っておりますが、これは完全に私用でございますね。このパンツにね、アグーの靴とか合わせたら結構可愛いんだよね。これ俺の黒系も、あ、ポケットついてますね。せいやくんですね。はい。黒とかやっぱそういうの好きなんだよね。ちゃんとシャカシャカして履きやすくて、紐で閉じられて、ポケットがちゃんとここにもあると。で、ここが好みによってね、絞ったりもできるけど、さっきのと違って、こっちがシャカシャカジャージで、こっちが綿パンっぽいんでね、仕様によって変えてあげたいと思います。せいやのもうバリエーション結構、増やしてあげようと思って。空がね、今140センチ台だから、もうちょっと大きくなったらね、一緒の服着回しできたりするんですけども、こうやって親子でね、まあのぞみもね、あのノアと一緒のこう服買ったりもしますけども、僕もこう息子たちと同じ服を買える、ちょっとこの幸せ感、子供たちが大きくなってきてからの楽しみっていうのもありますからね。一緒にちょっと原宿行って服買おうぜみたいな、やってみたいよね。いいよね。またパンツ着ましたね。これ今度は青ですね。ブルーで紐がついて、あ、ポケットありますね。これもせいやが、あ、下絞れますね、これね。これ俺用か。やっぱ俺青好きなんだよな。せっかくだからこういうの履いとこう。一回履いてきます。一回ちょっと自分も着替えたいんで、上の服も開けてみよう。
セイヤのじゃないやつ。エクセルこれだ。ロンティーですね。ベアロブラッパって書いてるけど。ジャパニーズサイズで XXL って書いてある。でかすぎたかな。ちょっと着てきます。あ、意外といけました。XXL でも、これぴったりかもしれない。ふわっとこの辺着られて、先ほどのデニムと合わせながら。ツルンツルンで着やすいわ。これめっちゃいい。これ着やすいです。いい感じです。グラデーションだったけどな。こうやって着替えながらも、せいやのと、僕のと、紹介していきたいと思います。これも、スウェット。これを自分のですわ。はい。無地なんで、何にでも合わせられるような。これはもうジャケット着てもベスト着てもデニムで合わせてもいいし、無地は結構ネックレスとかもね、あの映えるんで合わせやすいやつですね。髪切ろう。ボクサーボタンできた。自分のファッションも大事だけど髪も大事やな。これが、はい、これも無地のパーカーなんでとても着やすいとは思います。これ俺だ。たまには暖色系もいいんじゃねえかと思って入れたやつですね。これは無地なんで、さっきダウンの下に着たりとかね、まだ東北とか北海道もがぜん寒いんでね、いろんなところにロケ行くときに、このまま着ても可愛いと思うんですけども、ピンク着とく。こうやって上から着れば、ピンク系のやつに、さっきのデニムとか着れば、ピンクと青でもいいんだけど、ダメージジーンズとパーカー合わせるみたいな。楽だね。やっぱ無地だとシンプルイズベストで、いいや。のにもらった。ブレスレットを見せながら、こんな感じです。これはロンキーですね。ツルツルだ。なんか水弾きそうなぐらいツルツル。これ XL 僕のですね。これの方が続きますけども、グラデーション好きなのかな俺。全然さっきぐらいの XXL だったけど、俺意外とちょうど良かったですね。男性の XL ぐらいですかね。着やすいです。これはちょっと、ま、もう春で限界になっちゃうな。もうあったかいかも。パーカー付きの結構生地がこんな感じで、前チャックついてる。これも着やすいと思います。これ俺のかな。軽い軽いふわふわで、あ、これ着やすいぞ。うん、いい感じ。デニムの色とか変えながら組み合わせを楽しんでいきたいと思います。おお、これも中がなんていうの、これ中が毛布みたいなやつ。結構なアルファベットやな。これは着る人が着たら、着る場所によるよな。なんかこう港区とかで着たら、サングラスかけたらちょうどいいんちゃう。どんな感じなの。あ、洗濯を早めにすればよかった。しまった。上着を着て脱いだら黒いのがいっぱいついた。早めに気づいてよかった。先ほどのコートを買った方は洗ってください。いやー、めっちゃついた。まあどっちにしろ洗う予定だったし、シーンはね着てはいるけど、うちではいっぱい全部洗ってから着ております。この紹介の時だけね着るけど、まあ気を取り直して。かわいいじゃん。白可愛くない？いいじゃんね。アルファベットも気にならなくなってきた。めちゃめちゃ可愛いです。着るとめっちゃいいわ。選んでよかった。これはちょっと重宝したいと思います。じゃあちょっと薄めなパーカーのやつね。着れたらせいやも着てくれるかな。3色カラーかな。お、久しぶりのパンツカディだ。ちょっとテロンってしてるけど、これも、せいの、ポケットですね。紐ですね。ポケットですね。裾を広がってますね。これはせいやくんに白バージョンの時のパンツでございます。はい、せいやどうぞ。お、今度はもうジャージもうスウェットです。スウェットストライプの入った、じゃあこんな感じのちょっと模様が入ってますね。これは履きやすいんちゃうかな。これも L サイズなんでせいやが履けるかと思います。俺と着回してもいいかもね。あ、羽織るやつや。完全に春物です。春物のシャツ。これはボタンもないのでカーディガンみたいな、ふわっと着るやつやな。こうやって着るやつだ。ファサファサです。白シャツにネックレスチャリンつけて羽織って着るみたいな。春物ですね、完全に。これはいろんな服がありますが、パーカーだね。これはもう正サイズだな。水色の無地だから着やすいと思います。これはまあ正が着れたらいいかな。パーカーとかいいな。これ襟付きのシャツ二重に着てるように見えるやつ合体してますね。シャツを下に着てるように見えるシャツ。これ実は便利なんだよ。シャツ2枚こうやって二重に着るのめっちゃなんか俺苦手やねんな。これのせいか俺が両方着れるサイズになってるけど、せいはこういうシャツみたいな着ひんやろな。これはもう着やすいかもね。パーカーじゃないけどネイビーブルーカラーの、はい、こんなシャツです。
これも L サイズなんで、セイヤとこれどっちがいいかな。まあ俺でもセイヤでも着れる方を着ていきたいと思います。俺あの一番なくすっていうか一番減りが早いのが靴下。これはねもういっぱいあって、こんだけあって、こんだけいるのよ。うちみんなでこれを使い回してもいいから、はい、10組あります。これ大事よ。さらにいきました。もう靴下はねみんなもよう使うから、ニコちゃんマーク入れるよね。まあうちのって分かりやすいから、お茶混ぜになっても全部同じやから、黒でニコちゃんだったら一緒みたいな、洗濯した時に合わせやすい。こんだけあればしばらく持つでしょ。こんなんだ。テイヤの靴、よう靴汚すから、はい、靴ちょっと厚底なのよ。だからセイヤもちょっと160センチになりましたぐらいな、ちょっと高めなやつを選んでみました。プライベートで履いてもらえばなと思っております。そしてラスト、こちらのセイのスニーカーです。グリーンのスニーカーですね。これもちょっと厚底かな。シーンならではのね、このお手頃価格でなんかこんな可愛い柄あんねやみたいな、あ意外と質良かったみたいな、福袋的な要素もありますけども、今回も靴下を1個としたら25点今回は購入いたしました。まあ、今回もなんかもうサイズ的にも親子で一緒に着られたりとか合わせながらなんか楽しめたらいいなと思える、親子ならではのワクワク感が僕もなんかできてよかったなと思います。息子の成長によってね、やっぱこんな服似合うかなとか、服に着られてるなとか、でもだんだん似合うようになってきたなとか、服を通してね子供の成長も実感できたらいいなと思ってるんで、大人のね僕らみたいにこう着たら着こなすみたいな親子で楽しみ方もできたらなと思っております。さあ今回も怒涛の紹介でございましたが、シーン25点親子コーデ込みで購入してみたでした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたターチャンネル、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとう。